説明が難しいんだ、リリス。でもあの子はいずれセイレーンになる。後でちゃんと話そう。マヤから聞いたけど、大暴れだったんだって？ああ、多くのものを死神に引き渡してきた。なるほど。さて、かけらが一つ、残るは二つだね。で、どういうことなんだ、リリス。なぜマリワンがアテナスに？鍵のことは長らく秘密のままだったのに、今になってバレたのはなぜだ？わからない。でもカリプソツインズは私たちどころかタニスよりボルトに詳しいみたい。マリワンにアテナスを侵略させたのもそうかもね。奴らはグレートボルトを探してるって言ってた。プロメティアのボルトもそれと関係してるはずだよ。何としても先にたどり着かないと。そうだな、ファイアーホーク。もうその名前にふさわしくないけどね。リリス、いや久しぶりで、調子はどうかな。なんて、わあ、いいヒゲだな。さあ、ありがとう。包囲専用ヒゲなんだ。それはそうと、手を貸してくれ。同盟組んだろ。片側が小惑星に乗せたレーザーでアドラシア本部を狙ってて、降伏しないと俺を真っ二つにするって脅してくるんだ。ありえないって。もう絶対し。助けて。ああ、そうだ、そういえばゼロの報告によるとレーザーの能力はボルトの鍵かもみたいな。それを先に言って。分かった。やった、そうくなくっちゃない。いや、同盟最高。じゃ、よろしくね。リース、アウト。頼むね、ボルトハンター。レーザーの剣、リースに手を貸してあげて。リースは大丈夫なのか？リリスは仲間だと言うが、ヒゲ男は信用ならない。経験上だ。ところで、タトゥーのことだけど、話したくはないか？話したくないし、話せることもない。わかった。さて、少し休まないとな。サンクチュアリにいると落ち着くよ。まさにサンクチュアリだ。最高のお得意様、なわけねえだろうが。二度と来んな、マジだぞ。エヴァちゃんはいいわね、元気だし。
開発されたことで、そのモデルは戦争中止になったはずです。ということは、あなたは…私と同じ最後の一体。今後ともどうぞよろしく。新入り、ベロニカにもっとパーツを見つけてあげてください。彼女は唯一無二の特別な存在です。冷たくなったクラップトラップの死体を探し、できる限り多くの部品を回収してくるのです。そうですとも。ウォルトハンター、実は前からアテナスに行ってみたかったんだ。これで欠片は2つ。3つ目はどこに隠されてるんだ？リースのヒゲの中かもな。やっぱ助け合いの精神って大事じゃん。でしょ？ボルトハンターミッションだよ。優先順位トリプルメガ級。アテナスに忘れ物しちゃったんだ。総員から出られるのが嬉しすぎて、ものすごく大事なものを持ってくるの忘れちゃって。お願い取ってきて。今度バーに寄ってちょうだい。あなたと話したいことがあるの。ボルトハンター会えて嬉しいよ。ねえ、仕事があるの。あんなことやこんなことを人に見せつけるのは好き？どう？知ってるかもしれないけど、私はアンダードームっていう惑星間バトルロワイヤルを主催してるの。でもそういう人が他にもいるのよね。ピラボルトってバンディットの大物がプロメティアの港湾地区から死闘をライブで配信している。キラボルトは鼻持ちならない男で、バトルロワイヤルの名を怪我してるわ。というわけで彼のショーを潰してあげましょう。それじゃ現地で合流ね。実はキラボルトと付き合ってたの。別れた後あいつは COV に入った。頭空っぽのフォロワーが集まってるカルトが魅力的に見えたのね。側の靴を買おうと思ってるんだ。あれ、パンドラ流のさよならは？
退屈だ。なんで放置されてるんだ。の導きがあらんかと。おいで、ラクちゃん。私、夜になったらもっと楽な格好に着替えるの。持てるものを増やしましょう。欲しいでしょ。これで戦利品を取りこぼさずに済む。が一緒でよかった。マヤに聞いたけどすごい活躍だったんだって。肩側ってほんとキモいよね。出世競争に勝ち残ろうと思ったらあれくらい自己中じゃなきゃダメなのかな。アテナスで大暴れするだけでなく小惑星のデスレーザーをめぐってマリワンと戦った。どちらも完璧にこなすとはさすがだな。
たの？信じられない。ボルトタイムだぜ、ベイビー。気になる集合場所は7番の発射台だ。マリワンはレーザーを厳重に守ってる。お前たちのドロップポットじゃあの警備は抜けられない。ところが俺はクローキング機能がついた最新式のアトラス社製シップを持ってる。というわけでそいつで衛星軌道プラットフォームまで飛んで片側に感づかれる前にレーザーを破壊してずらかるって戦法だ。
その息だ。君は本当に頼りになる。よし、来たな。船はすぐそこだ。アトラス製クローキング技術搭載だぞ。こっちだ。ちょ、おい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 、そんな嘘だろ。くそ、おのれ方が。リース君、無条件降伏の件は考え直してくれたか。それとも旧友のレーザーロイド君にもう一発愛のビンタをもらわないとダメか。黙れハゲ。準備ができたら書類を持ってきてくれたまえ。アトラス社をマリオンファミリーに迎えるのが楽しみだ。ゼロ君も一緒に来ていいぞ。きっと興味があるはずだ。あんなバカのやってる会社にアトラスを渡すくらいなら死んでやる。よし、計画変更だ。セキュリティプロトコルがついたマリワンのシャトルを奪おう。これを持っていけ。ああ、それはバイパードライブっていうアトラスの最新式遠隔ハッキング装置だ。そのかわいこちゃんを使ってマリワンのシャトルを盗む。いいな。なあ、ところでその顔の羽毛はなぜ生えているんだ。熱性のアピールか、それとも威嚇よ。頼む、集中してくれ。いいか、マリワン社のシャトルを見つけたらバイパードライブを取り付けるんだ。あとはこっちでやる。俺の尻拭いっていうエキサイティングな仕事に興味ないか。到着したぞ、リース。え？本当にうまくいったのか？いや、行くに決まってた、そう言ったんだ。どうやら死の玉も見えないみたいだしな。今、死の玉と言ったか？なんでもない。ゼロの情報によると、ボルトの鍵のかけらがレーザーの動力らしい。制御室を見つけないとな。メインゲートに行ってくれ。死の玉もいないし。
前はザナラゴ、片側の遊覧ヨットだ。噂じゃあいつは自分の兄弟を船内パーティーに招待して殺したらしい。そうやってマリワンの合併買収部長の座を手に入れたんだ。おっと、重力が弱いぞ。気をつけてくれ。慣れるには時間がかかりそうだ。血の匂いがする。思うまま狩り尽くせ。幽玄の者たちよ、終わりの時だ。この先にセキュリティがいるみたいだな。ああ、大将は任せる。俺は増援を呼べないように手を回しとくよ。
訓練の賜物だな。狩りの本能に従え。ソールに取り付けてくれ。セキュリティをハッキングして欠片の場所を調べる。楽しみだ。基地に入ってセキュリティコンソールにバイパードライブを取り付けてくれ。ハッキングしてレーザーの制御室を割り出す。
もんだ。メインエレベーターがレーザーまでつながってる。片側が何が起きたか気づかないくらい速攻で片付けよう。エレベーターを呼ぶんだ。レーザーまで連れてってやる。バイパードライブ。結膜炎のせいで網膜スキャンの玄関が開かない時も。お任せあれ。アドラ、これぞ最終式。侵入した。今セキュリティプロトコルを抜けたぞ。今だ。今だ。今だって。だから今って。うわ、リース、君なのか。ようこそ。さあ早速だが、君の無条件降伏を公式なものにして、一緒にザナラ号でパーティーをしよう。そう、私の遊覧ヨットだ。セキュリティ、ボルトハンターを殺せ。君の出番だ。その位置だ。私のレーザーを破壊しようとしただなんて言わないでくれよ。あれは私の。気に入りのレーザーなんだ。ああ、うん。まあその、つまり、レーザーのことなんだけど、あれがあるとほら、下にいるうちの従業員の仕事が進まなくてね、士気が下がってきてるんだ。それがどうしたんだ。私たちのためには必要だろう。大事なのは我々エグゼクティブだ。君は自分の身を守ろうとするあまり立場を危うくしている。セキュリティ、さっさとボルトハンターをぶち殺してるや。食い止めてくれ。どうにかする。
よし、あれだ。スパイ映画で見た。通気ダクトを通ろう。メンテナンスエリアに直通だぞ。ボルトハンターがコソコソしているのは分かってる。降伏文書に署名した方がいい。さもないと。お気に入りのベーグル屋が片側、この悪魔め。今のはまだ視力半分だぞ。早く降参することだ、リース君。出ないと君も真っ二つにしちゃうぞ。アホの片側め、もう少しだったのに。チルドレン・オブ・ボルトなんかと手を組みやがって。あのカルト連中は死ぬまで働くんだ。無賃労働に勝てるわけない。何をしてるんだ。ボルトあんたを殺せ言うたじゃろうが。ねえ片川、うちが欲しいものちゃんとくれるんだよね。ボルト嵐をやっちゃって、グレートボルトが開いたらナンバー2にしてあげちゃうから。
スくん、まだ降伏文書を受け取っていないんだが、次は何を狙えばいい？そうだ、君のお気に入りの遊園地はどうだ？おい、ダメだ、レイジーリバーランドはやめろ。レイジーリバーランドだけはやめてくれ。レーザー発射まで3バナナ、2バナナ、1バナナ。リース、ザナラ号にも流れる半重力プールがある。入場料はアトラッシャだ。あのレーザーを止める方法を探さないと。ああそうだ、よし、あの安定化スラスターを停止しよう。時間稼ぎにはなるはずだ。片側目、レイジーリバーランドを壊すなんて人出なしにも程がある。部下たちをリフレッシュに連れて行ってたんだぞ。今こそリフレッシュが必要なのに。ベーグルもないし。本部をモヒカン狩りにするところだったのに、さっさとスラスターを修理せんや、ボケ！よし、いいぞ。カルトどもを蹴散らしてガンガン進んでくれ。もうすぐ裏口に着くはずだ。誰しも最後は液体を打ちまう。あの穴が入り口だ。解放レバーを探してみてくれ。ねえ、遅くない？ボルト嵐、ファミリーがあんたを食べちゃいたいって。クソ、気をつけろ。
者を叩きのめせ。よだれてきた。なんだペット。していいの。そんなに静かなんだ。マリワン社の基地に侵入させてやったんだぞ。ちょっとぐらいはしゃいだっていいだろ。シャイなのか。はあ、なら仕方ない。このテリアさんめ。効果片側のレーザーをハッキングする方法はバッチリだ。ついでに制御室もすぐそこだ。バイパードライブを取り付けてくれ。アトラスの最新式のな。リーズ、これが死の玉か。くそ。うわ、つまりその、気をつけろ。
ぞその息だ。ドライブか最新式のゴミだ。では死んでくれたまえ。くそ、ああ俺がそこにいればそんなドア絶対にハッキングできるのに。華麗にな。来た来た来た、マジで来た。ひらめいたぞ。可愛い玉のやつを遠隔操作して一緒に行けばいいんだ。良さげなやつを選んでくれ。それ絶対に何かの糞が詰まってる。大きすぎて可愛くない。集中しろリース、集中だ。そうか、ならよかった。言っとくが、こいつはもう探査機じゃない。リース探査機なんて呼ぶなよ、違うから。俺のことはリースフィア
アと呼んでくれ。あーちょっと言いにくいな。あーリースフィア、リース、リース、ラキスカンダもういい。リースボールだ。あのレーザーを止めてボルトの鍵のかけらを手に入れるぞ。アトラッシャのために。弾のスキャンが完了。今の言い方まずかった。ティグスはこっちだ。なんてこった。こいつは戦闘用じゃなくてあれ用だ。ローションが入ってるし、音楽プロトコルも雰囲気の出る光の証拠。そういうわけで頼むぞ、ボルトハンター。忠実なるマリアン社員の諸君、ボルトハンターの死体を持ってきた者にはザガラ号の2時間パスを設定する。25時の時間時間だ。ナチョスファウンテン、24時間営業のスキャックオイルマッサージ、そしてプライベートブースでサービスロボと監視なしで過ごせる。何をするかは言うまでもないな。戻ってきたな。
足りない。ここへ来て正解だ。ファイアウォールを立ち上げやがった。サーバーを破壊するぞ。こっちだ。ドアを開けるぞ。そうだな、俺はここに残る。サーバーを破壊して戻ってきてくれ。Zero.君は食われる側ではなく食う側だ。立ち上がれ。まだまだやることがあるぞ。見つけたんだな。気はないんだな、リース。そうか、ではお気に入りのフローズンヨーグルト屋とはさよならだな。よせ、フランツフローグルトやめろ。フランツフローグルトだけはダメだ。だったってあそこの。新鮮なフルーツが上とか中とか、あと上とかそこの方にまで。ちくしょう。もう限界だ。片側の
のレーザーを止めないとマジでうちが真っ二つにされる。二つに分かれるんだぞ。二世帯住宅じゃあるまいし、 CEO がそんなところに住めるか。いや、 T デュオール社の CEO は別か。あそこの銃は引き金がついたゴミだしな。しかも爆発する。まだフランズ・フローグルトの件が辛いんだ。でも惑星の命運がかかってる。悲しむのは後だ。
しめないようにしたかったんだ、リース。確かに君の従業員は殺した。それはもう殺しまくった。しかしビジネスとはそういうものだ。入ったな、ボルトハンター、レーザー発射だ。リース、あはー、ダメだリース、やめてくれリース、お願いじゃ。そのレーザー撃たれたらわしら終わりじゃ。発射シーケンスを上書きせ、セキュリティー何とかせんかい。レーザー発射3秒前、2、1。北条星也、ザナラゴ。すっきりした。いや、これすごすぎるだろこれ。イエーイ、邪魔見ろ片側。そんな、ちょっと企業買収の相手に個人資産を破壊されたくらいでな。ちょい待ち、よし、これで取れるようになったぞ。あった、かけたぞ。リースゲーム、そうだ、怒りに身を任せろ。着地、急降下。バラバラにしてリースに届けてやろう。ヤマ、聞こえているぞ。流言の者たちよ。
がここで死ぬ。死に財布が軽くなる以外のデメリットはありません。よくやったリース。ありがとう。今は少し戦死者に思いを馳せよう。安らかに眠れリースボール。ゆっくり眠ってくれ。それでボルトの鍵のかけらは2つね。サンクチュアリまで持ってきて。
待っていたぞ、ボーイ。ボルトハンター、私がラボで待ってるわよ。かけらがどうしてこんなに大きいのか不思議に思っていたの。エリディアンは私たちより大柄だったか、でなければ力が強かったのね。新しいかけらもじっくり調べないと。マリワンは私の故郷を好き放題荒らしたし、片側は最低なやつと来た。愛用サブマシンガンをエアロックから投げ捨てたい気分。ぶっ殺せ。あ、悪い、あんたに言ったんじゃない。じゃあもう行っていいわよ。ブリッジで少し話そう。マリワンを叩きのめしたね。これでアトラスはこの戦争を生き延びられるかもしれないけど、今はボルトが最優先だよ。絶対にカリプソツインズより先にたどり着かないと。アテナスのみんなは無事だろうか。リースに連絡しよう。最後の鍵のかけらの情報があるって言って。リースストロングフォークに発信します。かっこいい名前ですね。きっとこの方の先祖はいじめられたことがないでしょう。やあみんな、デスレーザーの件手伝ってくれてありがとう。おかげで社内の士気も上々だ。どういたしましてね。最後のかけらのありかを知ってるんだって。頼むから怒らないでくれよ。3つ目の鍵のかけらはここアトラッシャ本部にある。それを今までずっと黙ってたのか。これだからヒゲ男は信用できない。だからこれは包囲専用ヒゲだって。ともかく鍵のかけらにはとんでもない価値がある。研究成果だけでアトラッシャを何十年も反対だ。でもこれは感謝の印としてお前たちに送る。実験とか始めてたもう全然言ってし、ネタバレはしたくないが、青リンゴ味が好きだといいね。アトラッシャに来てくれ。ゼロに秘密のVIPエントランスから通すように伝えてよ。